大家好，欢迎收睇 Gameplay HK， 有阿俊继续玩刀剑神域千年的黄昏嘅。嗱，而家咧我哋就已经开启咗新嘅通道啦，要进入咧敌人嘅大本营啦。EP13最后一战近在眼前啦，咁我哋咧就嚟到杰伊被封印嘅塔前面，我哋将要面对咧黑色幽灵黑雪姬啦。开始。暗色远野李白汉武，哇呢件咩嚟啊？发晒光咁嘅，啊就系座塔啊！ようやくここにたどり着いた。条龙喺唔喺度啊？ゆいちゃん、もうすぐ助けに行くからね。大きな塔が見えるね。確かに。前までスバルトエリアの荒野にはなかったよね、あんな巨大オブジェクト。それに随分景観も変わってるのね。ちょっと不気味だわ。こんなところにずっとユイちゃんを閉じ込めておくわけにはいかないよ。ああ、行くぞみんな、ここからが本番だ。好了，跟住落嚟就系重头戏，要同条龙一战啦！咦，唔系，对咗黑雪姬先，呢个系咪好重嘅资料压啊？消えろ！バベルの願いにあだなす者たち。点解我感觉唔黑雪姬嘅？バベルの命により、貴様たちを撃つ。出たな、ロータスのゴースト。でもなんだか様子がおかしくない？ああ、残念ながら自我というものがなくなっているようだな。系咯，冇理由黑雪机会咁样噶，连声线咧都唔同晒。バベルにコントロールされてるということか。そっちの方がありがたいわ。本物の黒雪姫のように振る舞われると。正直戦いにくいから。多分最初は違ったんだと思います。其实呢，我想讲就系，我哋而家都已经面对住敌人啦，点解仲有时间倾偈嘅呢？晴雨姫先輩なら、たとえゴーストであっても絶対にバベルの命令に従ったりしない。僕たちと戦おうとはしない。だからバベルはゴーストの AI をいじって強制的に言うことを聞くようにルール付けしたんだ。僕にはそれがわかるんです。だって先輩がそんな非道な行為に手を貸すはずがないから。春雪君、しもべの想像は正しいようです。あの者は精神を相当改変されている形跡があります。ひどいこと。貴様たちの死、それが我が使命。个名好正啊，写住冇牌，之前嗰啲唔系咁样。不过咁，我哋好人嚟嘅，解放你啦。残念ながら、それを認めるわけにはいかないな。お前には引導をくれてやる。さあ、かかってこい。哎，好似啊，好似啊！喂喂喂喂喂！死ね！啱啱出嚟啫，喂！先輩の姿と戦うのはやりづらいな。嗱，呢个时候咧，首先就要唱下歌先，打下气嘅，我哋要。跟住咧就，哎，逐样嚟下啦，真系。メロブリーズ。哼，デイドリーム。OK， 跟住咧就唱一个有攻击性嘅歌啊！呢首歌特别，因为咧系可以攻击到敌人嘅。そんなものか。系咪真系求到咧？みんなに感謝の気持ち。沈めたの楽しみ。点解有冇效果啊？我想问。好似冇。哇哇哇哇哇！喂，对唔住咯，玩完啦，玩完啦。哎呀！妖啊！喂，去咗呢边，去咗呢边。沈め。そんなものか。哇，黑雪姬劲好多喎、啊、喂！
衰人啦、啊！止まらんな。紅之王。最近はまだマシになったが、私は自分のことがあまり好きではない。だからお前の姿を見ると、虫唾が走る。ならば消えるがいい。愚かなる黒の王よ。手榴弹。喂，咁点啊？样样都打到，哎，中啊中啊中啊！但扣好少咯，防御力好高啊！喂，再试一样嘢先，咁样打咧舒服好多啊！哎，去咗边啊？去咗边啊？呢边。喂，引开佢先，引开佢先。你唔引开佢，我打唔到啊！喂，点啊？去咗边啦？算啦，唔同你打。どうした？動きが悪いな。そんなものか。黒の王の力はそんなものか？ヌカ、ヌビラス。救命救命！走啦！黒、そっか、黒。私は、私は。醒啦！先輩。嗱咁嘅话咧，我哋就打醒佢啦。いいだ、私の声。阿舒杰啊！どうやら勝負はつきそうだな。もう一人は私。お前はバベルに騙され、バベルに従った。何のこと？何を言っている？私はお前と共に使命を全うする。全力で私を殺せ、黒の王！点啊！你要贯彻啲咩使命啊？偽物だって分かっているのに。先輩。ハルユキ、だからこそあいつを苦しいままにしちゃダメだ。そうだろう。はい。キリトさん。好惨！我想打佢又唔敢打喎，因为咧如果打死佢嘅话咧，诶咁错仔，因为如果打死佢嘅话咧又会听唔晒啲喂喂喂喂，又会听唔晒佢啲对白喎。星爆起流斩！喂喂喂，唔得，俾佢打停咗，打停咗。好啊，弱啊，黑雪姬一啲都唔易打。哎，走啊！哼，人先。咁嘅话咧，我哋呢边，我哋呢边唱歌。哎。俾黑雪姬打死咗。これでやっと楽になれる。被黑雪姬打低咗，唉，算啦，我哋继续啦。終わったな。正直後味の悪い戦いでした。好恐怖啊！其实边打佢边发现佢慢慢清醒啦，但又一定要打，好矛盾啊个感觉。そうね。もう二度とごめんだわ。僕、絶対にバベルを許しません。ゴーストとはいえ、実在の人間たちの気持ちをもてあそぶなんて、許しちゃいけないんだ。ああ、そうだぜ。って、言いてえとこだけどな、ハルユキ。お前、私のゴースト倒すときと、クロユキのゴースト倒すときで、テンション違いすぎだろ。究竟咧，阿仁子而家系咪妒忌咧？你打低我嘅时候，明明唔系咁样噶。だってニコのゴーストは遠慮なく僕たちにぶっ放してきたじゃないか。先輩のゴーストは全然感情がなくて、まるで機械人形みたいで痛々しかったんだ。春雪君。うるせえ！この手のひら返し野郎！ニコは手のひら返しされたから怒ってるんじゃない。嫉妬してるだけ。なわけあるか！オーブを手に入れたぞ。ネガネビラス。これで七つ目か。七王とはみんな戦ったから、きっとこれで最後のオーブだね。やったね！みんな気を抜くのはまだ早いぞ。では、では有啲咩新嘢嚟啊？そうね。この後にあの巨大モンスターが控えてるんだから、
ああ、今度は絶対に倒してみせる。嗱，今次打应该可以快啲啊，因为咧，我唔需要等佢讲嘢啊，应该。好惨，有时自己攻击力高咧，咁我哋又要听佢啲对白喎，所以咧，我打到一半系会企喺度睇啊，系。嚟啊，嚟啊！我觉得咧喺个肚脐度嗰粒嘢咧，应该系啲好劲嘅嘢。相変わらず凄まじいプレッシャーだな。ああ、だけど俺たちはここで負けるわけにはいかないんだ。もちろんだ、キリト。あれからいろいろな戦いがあった。俺たちは強くなった。仲間もこんなに揃った。絶対にこいつを倒して、ユイちゃんを助け出してみせる。哎，好了，开战啦，咁就唱个歌先。哎，咁出。メロブリーズ。佢唔会打我噶，冇事。咁就放呢个，加防先。加完防之后咧，就加埋个攻击力啦。哇！但系佢喺我前面得佢只手，但系佢好似未摸到我。暂时呢个位置，喂。衰人咯、啊！你死啊你！喂，唔得！佢呢个位置好危险。こいつ、LOの世界観っぽくないわね。確かに、まるで SF もののモンスターって感じ。バベルが従えてるってことは、ブレインバーストのモンスターとも少し違うのかしら。はい。喂，其实佢啲手咧。可唔可以攻击噶？睇嚟又唔得噶。好啦，呢个位唱啊。诶，个头有多啲嘢嘅喂。但我而家 lock 佢唔到，我要跳高啲先。咦，俾住。可以攻击咯。睇下打唔打到先吓。诶，我哋企到喺度嘅喂。我哋可以企呢度噶，喂，唔好再跌，唔好再跌，好痛嘅喂！喺呢个位置唱歌有冇效咧？试下先。好大个舞台啊！我哋。但系好似唔扣得佢几多啫，都系扣咗少少。呢个位置咧好难跑啊！咁咧，扣下佢嘅攻击力先。哇，几好喎！喺呢个位置打，净喺度唱下歌就 OK 咯。咁啊，我加同佢嘅攻击力先，又安全，又有个咁靓嘅舞台吓、啊。跳翻上去。哇，好痛啊！唔掂，回血先。哇！做乜红之王喺个咁样嘅位置？喂，要炸弹嘅喂！再唱歌，唱歌！哎，咁出！呢个复活嚟啊！打先，得，帮大家都补到啦。咁我咧就再上去先。啊！好痛啊！喂，停咗！点啊 ？Switch。Switch 行くよ。わかった。じゃあ、ヒックルプス。やってやるか。喂，我而家系咪出紧招啊？我想问。继续，唔好停。快啲啊！出多几招。尽量扣多啲。哇！走人啦！见好就收啦，喂。离远啲先，哎，唔好打佢住。而家最紧要咧就系保命，之后咧就再搵机会等佢嬲完先。而家冇一个攻击嘅机会，同埋咧我要储一下呢个 switch 嗰条疤。switch 点啊！你死啊你！我用到 switch 嘅话，搞掂。哇，好难打。
系要不断咁揾机会咧，去耐唔耐攻击下啦。やったね、キリト君。巨大モンスター撃破だよ。ああ、みんなに感謝だな。さあ、塔は目前だ。我哋系要耐唔耐揾机会攻击，攻击完之后咧，就等机会去做 switch。如果唔系，根本系打唔到啊。入り口は封印されたままか。キリト君、でもあの光。今までの解除コンソールにあったものと同じだよ。やっぱり塔の封印を解くのにもオーブが関係していたんだよ。数は7つ。七王のゴーストが持つ全てのオーブが必要だったんだな。我哋咪凑齐咗咯。よし、封印を解くぞ。唉，好啦，我哋可以救到杰伊啦。终于都开门啦！但系我哋真系咁快爆机，有啲唔妥吓。哇！呢度咁迷幻嘅喂，应该点样行啊？睇嚟咧，嗰啲光柱系一啲提示嚟嘅。なんだかおかしな空間だな。ダンジョン名は、バベルの塔。お、我哋喺度研究緊、但係又冇人去攻击我哋喎。先輩、春雪くん、君も気づいたか。キリト、アスナ。どうした、黒雪。我々バーストリンカーの中に、虚無を扱う者がいる。虚無？この世界には来ていないが、そのバーストリンカーの体内では時間経過がなく、自身の感覚すら消える。その中で過ごすことで周囲の時間を感じることなく、いくらでも時間を飛ばすことができるのだ。それはお前たちにとってはかなり大きな力なんじゃないのか。はい、現実世界から加速してバーストリンクする僕らにとって、その力は脅威です。待ち伏せという行為ができてしまうので。もしかしてこの塔の空間が。ああ、すでに効果は効いているが、同様の感覚を覚える。おそらくこの塔は封印することによって内部が虚無の空間となる。封印された瞬間にユイちゃん自身の時間は止まっていたということになるんだね。咁嘅话，即系佢入咗嚟之后就应该冇感觉，等于瞓咗觉咁嘅啫。啊，そうだ。なら都合がいいぜ。パパ、ママ、待ちくたびれました。ってどやされなくて済むからな。啊，你又真系乐观嘅啫。そうだね。好啦，咁而家我哋要点好咧？嗱。故事教训我哋咧，点都系要把一个 SAO 嘅角色喺度先得嘅。搞掂，我已经换好衫啦，而家咧就系着紧血盟骑士团服装嘅同人啦，同埋咧着住浴巾嘅 Yula， 哇正啊！好啦，咁而家咧我哋就应该可以一直咁向上飞嘅，系咪咧？咦，睇唔到地图噶，而家我可唔可以就咁向上咧？睇嚟系唔可以，因为咧我俾啲嘢挡住咗，应该就去前面呢个位置咧，慢慢咁飞上去嘅。不过飞上去之前咧，我就想储一储呢个 switch 嘅值先，因为咁嘅话咧，一阵打起上嚟会比较舒服啲啊。好啦，都储到差唔多啦，而家咧，其实而家咧，我哋都系一直要经。呢一啲咁样闪灵灵嘅光柱咧向上进发噶，今次唔知又送我哋去边啦？到顶未咧？何だったんだ今のは？天地が変わっているな。この空間では様々な方向へ重力が向いているようです。迂闊に飛び回ってはいつまでも同じ場所を行ったり来たりすることになりますよ。なるほど、一筋縄ではいかなそうだな。咁点咧？我哋唔可以盲目前进嘅话，
嗱，前面就有点可以俾我哋 save 咁样嘅，睇下会点先。嗱，睇嚟咧，我哋已经越嚟越接近目的地噶啦。虽然咧就话好似个迷宫咁样啦，但我发觉其实咧应该都系一条路嘅啫。你只要跟住个你可以行嘅路照行，就应该冇错噶啦。同埋喺行嘅过程入面咧，我已经唔觉储满咗。哇，咁多嘢嘅喂。この感じ。まさにラストダンジョンですね。まあ、定常に比べればまだなんとかやれそうだ。定常？現実で言うところの江戸城跡地だ。あれがブレインバーストの世界では超難関の巨大ダンジョンになる。ブレインバーストの世界だとソーシャルカメラで映した現実世界が仮想世界の元の素材になるんだよね。うむ。ちなみにメタトロンがいた場所は芝公園の地下にある大迷宮だ。へえ、なるほどな。江戸城私の定常に芝公園の大迷宮か。いつかこの目で見たいものだな。余裕だな。え、講完了。其实呢度个入迷宮只是跟住指示一直咁行啦。但附近啲景色呢都似差唔多，令你呢就会好迷惑。究竟自己有冇行错路呢咁样，但其实就一啲都唔难行嘅。你好似我而家咁样啦，总之见到有路你就冲埋去信宜啦，基本上就唔会错嘅。嗱，而家我都已经见到一个 safe 点啦，仲唔系行啱路？嗱，咁好啦，今集咧我哋暂时玩到嚟呢度先，究竟我哋可唔可以救到杰伊咧？咁下集继续啦，多谢各位收睇，拜拜。